はい、お茶の水立東ベースからお届けいたします、砂原よしのりラブビート2021オプティマイズドリマスターの、360リアリティオーディオトーク、ただいまから開始いたします。私は、サウンド&レコーディングマガジンでプロデューサーを務めております松本と申します。よろしくお願いいたします。さて、今回のトークは、本日、Amazon Music Unlimited と Deezer で、砂原さんのラブビート2021オプティマイズドリマスター、これ去年、CD アナログリリースされたものですけれども、今回の配信にあたって、この Amazon Musicと、Deezer で、360リアリティオーディオ版も配信されたということで、砂原さんを、お招きいたしまして、詳しくお話を伺っていきたいと思っております。で、じゃあスライド出していただけますでしょうか。はい。で、その前にまずこの私からですね、360リアリティオーディオとは何かを、ご説明していきたいと思います。できるだけ手短にまとめますのでお付き合いください。360リアリティオーディオは、オブジェクトベースの、ソニーの、360立体音響技術を使った新しい音楽体験です。はい。ソニーでは、全方位から音が降り注ぐ新体験と銘打っています。で、通常皆さんが、聴いてる音楽の多くは、ステレオミックスされています。この図にあるように L と R、ですね。ですから、例えばボーカルは真ん中で、ギターがちょっと左だととか、ピアノは右からこう真ん中にかけてとか、2本のスピーカーとか、まあ、ヘッドホンの左右の間でそれぞれのパートがどこにどう位置するかというのが決められています。まあ、音量のバランスとかエフェクト処理などでそのミックスダウンっていう作業でそういうことを調整していくんですけれども、まあこの左右の位置を決めていくのもそのミックスダウンの中に含まれているわけです。しかし、じゃあ例えばこうキラキラした音が上から降ってくるとか、じゃあ地面の底の方からこうドーンと突き上げてくる音を表現したいなとか、じゃあ頭の音をこうぐるっと後ろが頭の後ろをこう音がぐるっと回るとか、そういう表現は普通のステレオだとどうしても難しいと。360リアリティオーディオの技術を使うとそれが可能になるといったものだと思います。じゃあ次お願いします。はい。こうやって今、画面出てますけれども、360リアリティオーディオは、ボーカルやギター、ドラム、ピアノ、まあシンセ、何でもいいんですけれども、その球体の空間にそういった要素を一つ一つを配置することができます。じゃあ例えば、バンドに囲まれているような環境で、演奏を聴く、もう自分がバンドに囲まれて真ん中で聴くとか、まあ、あのメリーゴーランドの真ん中にいるような感じで音がこうぐる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 回るとか、そういった表現が可能になります。これは一つ一つの音、まあ、あの専門的に言うとトラック、一つ一つのトラックになると思うんですけれども、それぞれが位置情報を持っていて、まあ、上のこの辺りとか後ろのこの辺りとか、前からぐるっと回って後ろに行くとか、そういったことが表現できる。これが、360リアリティオーディオ特徴であり、全方位から音が降り注ぐ新体験は、こういったことが可能になるということを示しています。で、ただちょっと皆さん疑問に思われると思うんですが、こんなぐるっと囲まれるようなスピーカーはうちにはないよと。映画館とかじゃないのにそういう環境ってなかなかないですよね。でも大丈夫なんです。次お願いします。360リアリティオーディオのもう一つの特徴は、特殊なデバイスとか多数のスピーカーがなくてもヘッドホンやイヤホンで気軽に聞くことができるといったことです。はい、次お願いします。はい。まあ再生環境はまず、スマートフォンなどの Android 端末あるいは iOS 端末、ストリーミングサービスに対応したソニーのウォークマンでも聞けます。はい。サービサーは、
構ストリーミングサービスで聞くことはできるんですけれども、国内で対応してるところで、今回の砂原さんのラブビートが360リアリティオーディオで聞けるのは、左側にある Amazon Music Unlimited とあとディーザーですね。で、まあ、どちらも無料で聞ける期間っていうのがあるので、まだ試したことのない方はぜひ聞いてみてください。で、ヘッドホンやイヤホンは、普段皆さんがお使いのもので OK なんですけれども、バイノーラル再生といって、ヘッドホンのでもこう立体的に聞けるような再生になっています。で、ですが、360リアリティオーディオの認定ヘッドホンやイヤホンを使うと、よりリアルな臨場感を味わうことができます。で、その認定ヘッドホンで聞くとどうなのかと。で、ソニー360リアリティオーディオはソニーの開発技術なので、ソニーが定める認定の基準っていうのはいろいろあるんですけれども、最も特徴的なのはアプリを使った個人最適化に対応していることです。はい、これはアプリで、ユーザーの耳の写真を撮影すると、その人の聞こえ方の特性を解析してユーザーに合わせて調整してくれるという技術です。で、実際にやってみるとですね、例えば後ろに音が回るとか、頭の上を越えていくとか、そういう臨場感が一段とリアルに聞こえます。ただ、先ほど挙げたサービスの中で、現在のところを対応しているのはディーザーになっています。で、ヘッドホンやイヤホンじゃなくて、まあ、スピーカーでも、ね、音楽スピーカーで聞きたいっていう方もいらっしゃると思うんですが、同様に認定スピーカーというものも発売されています。こちらがざっと並べてみましたけれども、ワンボックスタイプのワイヤレススピーカーとか、あとサウンドバーとか、あとイネーブルドスピーカー、ここであと HDA9 ってありますけれども、前後左右に4個置くと、天井の反射を利用して立体的に聞こえるとか、そういう製品もあります。で、右下 の SRSNS7 とかはネックバンドスピーカーですね、ワイヤレスネックバンドスピーカーとこう肩にかけて、聞くというデバイスもあります。で、まあ、ソニーの開発した技術でもあるんですが、認定機器はソニーだけじゃなくてオーディオテクニカとかゼンハイザーとかからも発売されてますし、Amazon の、エコースタジオも360リアリティオーディオの人気です。はい。で、あとその360リアリティオーディオを視聴してみたいっていう人は、まだ Amazon とかディーザーのサービス入ってないけど、どんな感じか聞いてみたいという方は、アーティストコネクションという iOS、Android 対応しているアプリがありまして、これ個人最適化に対応してますので、先ほど紹介したような認定ヘッドホン持ってるよっていう人は、試してみていただいてもいいかと思います。以上がもうすごい手短ですが、聞き方、あと360リアリティオーディオの技術についてざっ簡単にご説明しました。で、これから、まあ、砂原さんにその制作について伺っていくんですが、360リアリティオーディオと、じゃあ制作はどうやってやるのかというのをちょっと予備知識として知っておいていただきたいことを、少しお話しします。360リアリティオーディオは一般的な DAW で制作できます。ガーのスライドをお願いします。はい。必要なツールはこちらの画面にある、オーディオフューチャーズというメーカーの360ウォークミックスクリエイターというプラグインです。アビットのプロツールズとかエイブルトンライブ、アップルロジック、スタインバーグの、キューベースヌエンド、そして砂原さんの場合は、プリソーナスのスタジオ1ですけれども、こういった主要な DAW に対応しています。で、これをトラックにインサートすると、まあ、3D、まあ、この画面の左側 3D の表示ですけれどもとか、まあ、右はこれは横ですかねから見た、円形の表示とか、そういう各トラックをこの点で並んでますこうオブジェクトと言いますが、これで配置していけます。で、360リアリティオーディオの、制作スタジオは、推奨環境として13チャンネル、これ上が5チャンネルと、水平面に同じく5チャンネル、
下が前方の3チャンネルという形式がまあ推奨されていてですね、スピーカーレイアウトも、まあこの今言った方式、その13チャンネル限らずですが、そのスタジオの配置に合わせて先ほどの360ウォークミックスクリエイターで設定できるようになってます。でまたその先ほどの360ウォークミックスクリエイターではヘッドホンへのバイノーラル出力もできるので、まあ、自宅で仕込んで仕上げを360リアティオーディオ対応のスタジオで行うといったことができます。で砂原さんも実際の制作はそういうパターンでご自身のスタジオでヘッドホンで聞いて、それをソニーミュージックスタジオに持って行ってスピーカーで聞くと、それを繰り返して仕上げていったというふうに聞いています。すいません、駆け足でざっとここまで360リアリティオーディオについて解説してまいりましたけれども、いきなりね全部を今言ったことを理解しろと言っても難しいと思いますが、はい、次のスライドお願いします。はい、手前味噌ですけれども、ウェブサイトサンレコでもこれまで360リアリティオーディオの記事を作ってまいりましたので、ちょっと知ってみたいなという方はそちらをご覧いただきたいなと思っています。でソニーでも、この右側のねサイトで、360リアリティオーディオの情報を発信してますので、こちらもご覧いただけたらと思います。はい、いいですか。で、ですね、砂原さんにじゃあご登場いただく前に、実はこのラブビート360リアリティオーディオ版の制作風景を捉えたムービーというものがありますので、こちらをご覧いただけたらと思います。はい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 、これはセーブ、あ、セーブしてください。はい、じゃあヘッドホンのところに、はいはいはい、それで鳴るはずです。はい、LR ってなってますね。こういう感じで、はい、まあ、ヘッドホンである程度位置を決めていただいて、はい、という感じですかね。はい、なんとなく一通りは分かりました。はい、今はじゃあとりあえずこれで一曲、戻られて、いやいや、まだだけど、はい、とりあえずなんかこれがテンプレっぽいっていうか、はい、そう、楽曲を確認できてよかった。いや今日これ着てないと始められない、とりあえず、もう何が何だか全然わかんない。あの DAW とかさ、あと動画のね編集とかがまだ本当に最初の出始めの頃とかってさ、なんかもう不自由なことがで大変なことが当時はいっぱいあったんだけど、その時のことをなんかこう思い出す。これ Windows 読まないですかね。ちょっと触ってみてもいいですか。ミキサーの移動と、ああでもこういう風に使えば、ああそうですね、面白い。でもやっぱり面白いですね。普通にミックスしてる感じとはだいぶ違う。そうですね、はい、ただこの後ろにはスピーカーないんですね。ないよ、ありました。あるんだ、はい、この後ろの高さ、後ろって、はい、後ろってどうなんでしょうね。あんまりその後ろから来る感じっていうのは
後ろにあるのは分かりますけどね、なんか効果音とかなんですかね、こうみたいな。このオブジェクトを掴んでドラッグすると、はい、動きます、はい、本当だ。うおこれは慣れると面白くなりそうだな。あーやっとここまで来たよ。結構大変な。こんな感じで、はい、ざっくりの位置決められますし、はい、でパラメータとしては、はい、アジマスっていう水平角と、はい、エレベーションっていう、こう垂直角で決まっていて、はいはい、まあでも大体普通耳でこうやって、まあ、ね、ちょっと修正するときは多分数字で、はい、細かい修正するときは小さくなるんですけど、これですね、外したものをそのレベルと EQ で各チャンネルで吐き出したのを今持って準備してるんですね、うんうんうん、だから多分こっち側の作業はもう終わってるっていう感じだと思うんですけども、はいはい、どうしようかな、それで行ってみるか、まあ、なんかこれを決めてからなんか始めた方がいいかなと思ったんですね。多分ここで進んでってもここにぶつかる気がしたんですよ、うん、なんでそっか、いはい、自分で撮りながら入ってくるって意味わかんない。俺も今日今来るの撮ろうかなと思ったけど。ではとりあえずアップデートができたので、たじゃあ私が今スタジオ1で仮にこの間やったバランスっていう曲のラフミックスが、もうプロツールスは分かんないし、この360NAX も分かんないしで、もう全然進まなかったんですけど、はい、やっと一つは、今私その回転を書いてきたんですね。このこう回した時にこういう回転って作れます？ずっとぐるぐる回る回転、ずっとぐるぐるぐる回ってる、はいはい、その回転作る場合はアジマスをはいノコギリ刃みたいな形で書く、あノコギリ刃ってこういう、そうですね、こういうですね、はい、ああなるほど、こう回って消えてまた入ってこう回ってこう、はいはい、一瞬にして180からマイナス180飛んで、結局その5書いてしまうと、はい、こう行って戻ってこうなりますよね、こうなっちゃうんですね、はい、なるほど。他になんかなかったっけな、聞いとかなきゃな。多分これができれば一応結構大変ですよ、やっぱりね。進んだ感じですか？やっぱりそのね、なんか一個その新しいプロごとやろうとすると、まああとはその細かいね、いろいろ今日アップデートできたんで、はい、その作業をちゃんと完結で一応できる形にはなったはず。また帰ってあれがわかんねえこれがわかんねえってあれ。Thank you.
作業は どんな感じだったんですか？今日はね、ミックスのね、だから最終確認だね、今。あ、だから自分とこでやってもイメージと同じにならないっていうか、これが正解だと思ってるから、はい、ここで聞くのと、うん、その自分のとこでヘッドホンでやるのと、うん、差があるから、そこを今今日修正して。ミックスはほとんど、ミックスはもう終わり、終わったんですか？うん、いや、いくらでもできるよ、やろうと思えばとできるんだけど、うん、どこまでやっていいのかっていうね。もともとやっぱりステレオを想定して作ってるから、ね、あんまり違うくしちゃうとなんか別のものにどんどんなってきちゃうんだよね。うん、確かに。うん、だからまあ、その程度、そんなもんかなっていう感じで。ただ僕の音さ、全部シンセだからさ、回してもそんなに違和感ないでしょ。はあ、ただこれがギターこんな回ってんの変じゃん。確かに。そう。比較的こう回すことに向いてる音がまだ多い方だから、やりやすいけど、うん、これ普通の歌物とかだったら、結構悩むなって思ってやってましたね。なんか結構画面見ると結構回ってんだな、オブジェクトがって思って、うん、なんか音聞いてる限りではそんなに気にならなかったんで。あのね、でもね、本当はもっとま、動いてるんだよね。もうステレオファイルになった時点で結構実は動かしてるから、あ、はい、こうやって止まってる中でも実は動いてるのは結構実はあって、本当はこれこういう風に2つで動いてるけど、はい、もっと本当は一つにした方が、例えばね、この方が動いてる方が感じるんだよね。これ今近くにしたら、あ、はい、あ、場所がはっきりするから。なるほど、うん、狭くして回すのではなくて広くして回してるので、はい、なんかこう本当にフィルター効果と相まって、うん、全体的にフワーンと。まあそうですね。ちょっと迷ったんですけどね、狭くするのか広くするのか、まあ、狭くした方が回ってる感じは出るんですけど。うんうん、そうですね、定位がはっきりするんで。はい。それいいかどうかって、まあデモみたいなものとして考えるんだったら、うん、いいと思うんですけど、うん。プロジェクトとしてはだいぶ終盤まで、そうだね。去年ツールの使い方をレクチャーされている時から劇的な進歩で、うん、いや、それはね、スタジオワンに対応してくれたからだね。それができてなかったら、すいません、ここどうやってやってしたっけまだ言ってたと思うよ、多分。ご自身のスタジオだとどんぐらいのペースでやってたんですか？ 1 日1曲みたいな、聞かない。にもよるかな、うん、あと、まあ、決まんない時は、もう一曲ずっとやって、それも終わんないっていう日もあれば、一日二曲ぐらい。あ、いける日も、うん、いける時もあるし、うん。なんかリファレンスみたいなの聞いたりするんですか、その。一応 YouTube に上がってるやつとか、はい、ちょっと聞いたりもするんだけど、はい、なんか、現段階ではあんまり人の聞いても、なんか参考になんないなっていう、うん、なんか似たようなものがないんだよ。はい。いいっすね。なんかうなぎを開けずに、その肝水か何かだけ先に、うん、うなぎって2種類あるでしょ。これはジャポニカだから、そう、すごいっすね。もう肉見てジャポニカだってすぐ分かります。本当っすか、うん、さあこんなんあれしちゃえばいい。こんなんサウナとかテレビがついてんだけどさ、テレビ見てないんだよ。テレビを見てる老人を見てんだよ俺。そっちも面白いんだもん、だって。もう俺は3回目打ったから大丈夫だみたいな話とかしてて。こう、なんていうの。何か言うにしても、こうやってみてから言うのとさ、なんか想像だけで言うのとはやっぱちょっと違うでしょ。で、あんまり僕はそんなに、こういう立体音響とかサラウンドにどちらかというと興味を示してこなかった方だから、まあ一回こういうチャンスがあるんだったらやってみようっていうことだよ。
ということで、ここからは、砂原さんを迎えしてこの360リアリティオーディオ版のラブビートのお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。恐縮です。自分が語ってらっしゃったことをちょっと見返してみてどう思います？ね、うなぎは本当はもっと種類はあるんですけども日本で多く食べられてるのはヨーロッパうなぎっていうのとジャポニカ日本うなぎっていうマリアナ海溝の方から来る、まあそれが一番多いんですけどうなぎの話はまあですね、結構やっぱり初めてやることだったんで大変だったのと、あとはその開発ツールもこうバージョンアップをこう待ちながらなんとなくこうやっていっていたので本当にできんのかなっていうできんのかなっていう思いもちょっとありましたけど、まあなんとかするぞっていうつもりで始めました。とりあえずは、はい、でも完成した作品が本当に素晴らしくて、ちょっと今 YouTube でご覧いただいている方で今日配信スタートしたわけですけど、はい、この360リテールで聞いたよって人もしいらっしゃったら、YouTube のチャットとかに書いていただけたらと思うんですけど、いやさすがだなっていうふうにしか思わなかったんですが、いやもう初めてやることなんで、まあ本当に手探り状態で自分もやったので、まあそのシステムのその能力っていうんですかね、それを本当に生かしきれてるものかっていうのはまだわからないですけども、まあとりあえず今準備されたそのシステムとあとは自分のその音ですね、それを使ってまあこういう形がいいのかなっていうところになんとなく着地はできたかなというふうに思っています。なるほど、はい、さっきねビデオの中でもおっしゃってたんですけど、あまり参考になるものがないと、はいはい、で少なくともまあ砂原さんがこの360リアリティオーディオでラブビートをまあリミックスっていうんですか、はい、するっていうプロジェクトがスタートした段階ではあんまり参考にできるものなかったと。そうですね、この感じをちょっとなんて言うんですかね、なぞっていくとなんとかなりそうとかっていうのはやっぱりなくて、いろいろ聞きましたけども、まあこんなことできるのかっていう、そういうちょっとデモンストレーション的なものとしてほとんど聞いていて、まあできるから回せるから回しちゃおうとか、できるからやっちゃおうってなっちゃうと本当にシステムのデモンストレーションになっちゃうんで、そこの回っている必然性があるのかって話ですよね。そうですね、必然性もそうなんですけど、それよりも怖いのは違和感なんでこれ回ってんのっていう、その違和感の方が、その怖いというか、って聞いた人が思っちゃう、これ面白いんかいっていう風にこうなっちゃうのが、まあそれよりも人に聞かせるよりまず自分でその違和感を持ったり、そのするものをやっぱりその発表することはやっぱりできないんで、そうですね、その自分が割と違和感ないというか自然にそのシステムの中に音がちゃんとあるっていう状態にそのできることを目指してやったという感じです。でも聞くとすごく自然だったんですけど、はいはい、なんでしょう、ラブビートっていう音楽というか作品って、はい、360リアリティオーディオとすごく相性が良かったんだなって思ったんですけど、自分のその作品やってきたその自分のソロも含めてそれ以外のものも全部含めて考えても、まあそうですね、終わってみて思うのはやるんだったらまあこれが一番やりやすかったなっていうふうには思いますね。
それってなんでなんですか。じゃあなんでクロスオーバーじゃいけないのかとか、あリミナルじゃいけないのかとか、いけないってことはないと思うんですけど、まずはその音が割とその楽器の音っていうんですかね、そういうのが少なくて、楽器の音が出ちゃうと人が演奏してる姿っていうのがこう頭に浮かんでくる場合があると思うんですね、はいはい、例えばギタリストがこんなやってるのとか顔で弾いてます、ね、こんなやってんのとかが回ってんのとかは、はい、っていういや そういう面白さもまあありますけどね、地味編とかだったら回ってそうな気もしますけど、そういう面白さもあるんですけど、まあまあ、あるけどってことですよね。でもまあその割と音が出てもその演奏してる姿っていうのがこう思い浮かばない、割と抽象的な音が多いっていうのがまず一つと、あとはそうですね、音数が少ないということもあると思います。あんまり音数が多いとこういっぱい回ってると何がどう回ってるのかよく分かんない、なんかぐっちゃぐちゃだけど、とりあえず回ってんだけどよく分かんない、これ回ってんなとか動いてんなとかっていう音を追っていける限度っていうのがあると思うんですね、はいはいはい、まあそういう意味では音数が少ないっていうのもその理由の一つと、うん、あとはその音数を少ないことを利用したその空間的な音っていうのが適度に入っているっていうんですかね、まあ、例えばドラムがあってベースがあってちょっとシーケンスがあってちょっと声が入ってて、あとはその空間的なパッドみたいな音がふわっと上に乗っかってるとか、そういうパターンが多いんで、合っていたということなんだと思うんですけども、ただね、僕ねこれやあのオリジナル20年ぐらい前にその作った時はね、実は定位のこと結構あんま考えてなくて忘れてて、あの左右とかその場所のことですね、はいはいはい、あまりこう考えてなくて、こう上下のローをどこまで出すかとか、うんうん、どういうふうにこうあのその帯域のバランスを取るかとか、うん、そっちのことばっかり考えていて、うん、あのだからそういう意味であのリデザインできる、まあリマスターの時もそうだったですけど、はいはい、まあそういう良い機会であったなと。なるほど、考えてみると、はい、オリジナルのラブビートがリリースされた2001年で、はい、まだ砂原さんって宅でミックスしてましたよね。そうです、ヤマハのデジタルミキサーで、はい、やってましたね。だから当然その左右の位置とかはこうつまみでここ、そうです、あの手でこう回したりしてましたね。ウィンって回して、はい、動かしていて、はい、その動かしたのをまあ記録することもあれば記録しないでそのまま撮っちゃったりとか。そうですね、だからファイナルミックス作るときに自分の手で動かして、ああダメだともう一回やろうとかそういう感じだったですね。だからそのリマスターやるときも、うん、それを聞きながらこう自分でこう自分の動きをこういう風に動いてんなとかっていう、20年前の自分の動きを完コピした。そうなんですよ、バカバカしいことをやってましたそういうね。それを今回は 3D 化した。そうですね、360リアリティオーディオで 3D 化したと、はい、はい、そういうことですね。まあだからあんまりその定位に関してそんなにやってなかったから、逆にこの機械でそれをなんていうんですかね、また考えてそのデザインすることができたから良かったとは思いますね。でさっきその、まあ、ギタリストが回ってるとおかしいでしょってことをおっしゃいましたけど、はい、回ってる音がすごく多いなっていう。あ、これでも多いですか。印象を受けたんです。でも僕はあんまり回しすぎるのはいけないし、うん、回っていい音とダメな音と、回っていい時とダメな時っていうのが、そう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 なんです、そうなんです。だから回ったっていうのが、はいはい、なんかすごくはっきりわかるんですよ。それはやっぱ音数が割と少ないのと、うん、止まってる音もいくつかちゃんとあってっていうことなんだと思いますけど、うんうん、なんかね全部が回っちゃったらね、それはそうなんですよ、それっぽいこともやってますけど一部でそういう瞬間はあってもいいと思いますけど、はい、
あの全部が回ってるのはやっぱり、ね、キックとかベースとかがずっと動いてるとどうなんでしょうね。どうなんで、まあそういうもんあってもいいけども、うん、なんかそういうことをしたいわけじゃないっていうことですね。そうですね、あのそういうことはあんまり考えたこともないくてベースとかキックっていうのはこう割とこう定位置にあるものっていうか、うんうん、どこに置こうかっていうことを結構そのなんていうんですか、悩むとこ悩む部分の一つなんで、まあ、そうですよ、ね、だからどこに置こうかって考えてるっていうことは動かそうっていうことなんかもう全然考えてないわけですよ、まあ、逆にそれってもステレオミックスでもそうですもんね。そうです ね, ねベースとか聞くはあんまり動かさないです ね, なんか左の端でキックが鳴っているとか、まあ、ビートルズみたい な, ね, ねあのステレオ初期の、はいはい、ものとかはそういうのありますけど、はい、でもまああの自分はあまりやらないですね。なるほど、はい、その何を回したらいいのかっていうのってどうやって決めていったんですか。それはね、実際にまずラフのミックスを作って、うん、これ回せるかなっていうのをこういろいろ回していったんですね自分で、はい、そうなるとやっぱりその規則性のある、うん、あのシーケンスのフレーズとか、うん、あとはさっき言ったようなその空間をその作るようなパッド的な音とか、あとはまあ効果音的なものだとか、そういうものが回るとあの割としっくりくるっていうことが分かったんで、そういうものを中心に回していますね。規則性のあるものだからシーケンスで同じようなパターンを、そうですね、繰り返しているようなもの、はい、そういうものはどの曲にも大体入っているので、うんうん、まあそういう意味では方向性が決まっちゃえば割とそういう悩みはあんまりなかったですね。なるほど、はい、今そこにちょっと画面が開いてるんですけど、はい、はい、これですね、動きとかをちょっとこう、はい、ちょっと見せてみますか。画面を切り替えていただいて、画面これはですね、あのラブビートのあのダブミックスっていうのがあの入ってますけども、それの画面なんですが、ちょっと出してみますね、はい、動いてんのかな、動いてない、動いてるね、ああ動き出しましたね、開きましたね。だから回るその方向もあるんですよね、そのスピードと、あこれ今声入ってないんだっけ、あ入ってんだ、時計回りと反時計回りがありますけど、これはだから今ご覧になってると分かると思うんですけど、右の円の方が分かりやすいですよね、時計回りに動いてるものがあったり半時計回りに動いてるものがあったり、動いてる速度もそれぞれまちまち、そうですね、同じ方向に動いててこう追い抜かしていくものとかも中にはあったりするんですけども、あなんか急に来ました、ね、上下行きましたね、だからこうやってみるとやっぱり止まってる音の方が多いんですよねまあそれ普通だと思うんですけども、まあでもそれステレオミックスでもそうですよね、こうオートパンかかってる音ってそんな多いわけじゃない、そうですね、僕割とオートパン最近近頃ここ10年ぐらいは割と左右結構使いますけども、でもやっぱりなどの音もオートパンかけるっていうような感じのことはあんまりやらないですね、はい、なんかこう改めて、まあ、これはダブミックスなんで、はい、新しいものですけど、はい、とその元々のラブビートという作品が
やっぱサウンドデザインがしっかりしている分だけこう定位をステレオから変えても、はい、その破綻がないのかなっていうのは思いながら、はい、破綻がない分余計にこう何ですかこう回転しても回転するような冒険をしても、はい、その良さが際立つのかなって思ったりしました。まあそれはそうなんですが、でもそれは止まってる音も存在してるからそうですだろうなっていうふうにも思いますね。よくね打ち込みでちょっと遅らせるとか言っても全部が遅れてたら一緒じゃんみたいな。はいはいはい、あまあそうですねあれとちょっと近いです。全部が動いちゃうと動きが、ね、動かしたいものの動きが際立たない。やっぱり基準になるようなものがあった方がそれが際立つというんですかね、まあ、コントラスト的なものですよね。真っ黒に塗っちゃうともう全部真っ黒になっちゃいますからね。やっぱ白があって黒塗って初めて意味があるっていう、うんうん、はい、すごい素晴らしいですね。はい、これじゃあもう止めていただいてもいいですか、ね、いいですか、はい、はい、ありがとうございます。こんな感じで、はい、でやってます。先ほどの、はい、まあ、VTR では、はい、あれは乃木坂のソニーミュージックスタジオに何度か行かれてたと思うんですけど。そうですね、何度か行きました。なるべくこうレクチャーする時間は少なめにこうしようっていうふうには思ってたんですけど、うんうん、やっぱり結構分かんないとこがあったり、 あとツールがやっぱりなんていうんですかね、まだ歴史も浅いですから、はい、まあ、それこそ最初はねスタジオ1に対応してなかったっていうことですけど、まだユーザーのそのフィードバックがちゃんとこう反映しきれてない部分が多分結構使っててあるのかなっていう、うん、なんかちょっとこう書き出しっていうんですか、例えばファイルをそのミックスしたファイルをその書き出す際にこのフォルダーに指定しないと出てこないよとかそういう結構条件が結構あったりとかして、うん、こうなってないとダメとか、うんうん、そういうのがなかなか難しかったですね、うん、でそれ分かんないでやってると、うん、これバグじゃんとか思ったりするわけでいやいや悪いのお前だろっていうのをちゃんとこうレクチャーしていただくと分かるんですけど、その辺もうちょっと分かりやすくなったらやりやすいなっていうことはあります、うんうんうん、まあ、はい、そういうのってだんだん時間とともにねこなれていくところだったりするんで。そうなんですよね、やっぱり最初そのねコンピューターのそのシーケンスソフトっていうか、はい、DAW もなかなか不便な感じだったですからね。その話しだすとねもう今の人たち聞いて目が点になるぐらい、いや本当ですよ、そんなんだったのみたいな話は山のようにありますけど。そうですね、だから打ち込みの音っていうのは今とりあえずつくんだったらパソコンありゃできるだろうっていう話ですけど、昔は打ち込みの敷居はものすごく高かったですねだからもうちょっと音楽やるっていうこととはまた別のことっていうふうに、ね、考えられてたと思いますね。もうでもだいぶねそれは一致していった。そうですね、やっぱり時間が随分経ちましたし技術も蓄積されましたし、やっぱりコンピューターのそのこの計算機のも性能がやっぱかなり上がりましたから、ね、でさっきそのソニーのスタジオにソニースタジオに行って、はい、まあ、そのツールの使い方を聞いてきたっていうのもあると思うんですけど、はいはいはい、それ以外にスタジオに入った理由っていうのは何かあるんですか？まあ単純にヘッドホンでやっていまして、そのご自宅っていうか。そうですね、自分のスタジオでヘッドホンでやってたんですけど、はい、一応ですね自分の耳をそのスキャンしてヘッドホンにそのスタジオの状態をその反映させるようなその仕組みを使って自分のスタジオでやってたんですけども、いざ自分のスタジオでやると、いややっぱりなんかちょっと違うよね、同じはずがない、だって違うんだからっていうまあ感じはわかるんですけどまあ一般的にもね、そのステレオでやる時もヘッドホンとスピーカーだいぶ違う、違いますよね。で最初そこで測定してもらった時に、
実際のスピーカーとヘッドホンをこう両方比べるじゃないですか。でいや結構同じなんだけどって思ってたんですよ。それで実際に自分のスタジオに帰ってくるとやっぱ違うなと思って視覚に結構ごまかされてる部分があるんですよね。ヘッドホンで聞いてても前にスピーカーが見えるじゃないですか、ソニーのスタジオで聞いてるとき、ね、ただ自分のスタジオ帰ってくるとこのスピーカーないわけで、今これ画面でツーショットできます。はい、これはなんかまさに13個のスピーカーをビットベースに持ち込んで、はい、これ全部スピーカーなんですけども、体験会を行おうということなんですけれども、なんかそういう視覚にちょっと騙されていた部分もあって、やっぱりヘッドホンはヘッドホンだなっていうふうに思っていて、で結局そうですね、この聞くポイントっていうのがあるんですけども、そのポイントとこの距離っていうのは結構大事なものなんですけども、これをリアルに感じられるのはやっぱりこの生の空間、これが本当にリアルなものっていうふうに僕は考えてたんで、ファイナルミックスはソニーの360のスタジオでやるっていうふうに考えてたんですね、ですから、まあ、自分のところでミックスをして、360スタジオで修正をするっていうことを何度もやらなきゃいけなかったっていうのと、あとはこれは多分サンレコのインタビューでも言いましたけども、はい、最近のステレオミックス、皆さん普通に聞かれてるその音楽っていうのステレオミックスは、だいたいその録音してミックスダウンした後にそのマスタリングっていう作業がありまして、はい、で僕は割と砂原さんはね、いろんな作品の近年そういうことマスタリングを、はい、もうマスタリングエンジニアとしてやっていることが多い、ね、そういうのも結構やらせてもらってるんですけども、はい、その工程をやる環境があんまり整ってなかったんですね。このその話いきなりすると難しいと思うんですけど、難しいですね、これオブジェクトっていう一個一個の何ですか、音のパーツが位置情報とともについてくるので、はい、そうですね、いわゆる全てがまとまったマスタートラックっていうものがないわけですよね。そうですね、ないんですね。マスタートラックがないものをどうやってマスタリングしたらいいのかっていうのは、はい、まあ360リアリティオーディオに限らず、そのオブジェクトベースの、こういう企画で常に問題というか課題として皆さん考えているポイントであったと。そうですね、サラウンドなんかは対応していて、例えばそういうことができたりする、まあ、5.1 とか 7.1 ぐらいのものだったらありますけども、13になるとやっぱりそういうものがないので、で音はやっぱり変わりますから、でラブビートは結構特にそのオプティマイズドリマスターっていうそのものを去年作った時には、その音作りの中でマスタリングの工程っていうのはやっぱり相当大事で、かなり頼っていて、それがないんだったらこれはないぐらいな、どうしてもやらなきゃなんない作業だったんで、この360フォーマットに落とし込むにあたってもやはりそれに近い作業をどっかでやらなきゃいけないっていうので、まずだからさっきの多分ビデオでも言ってたと思うんですけどね、はい、そのやり方の見通しが立ってからやり始めたみたいなこと。そうなんですよ、これどうしようかな、絶対ここでぶつかるからこれをどうするか考えていかないとって言ってましたけど、結局考え、ね、決まらないまま実は作業が進んでいったんですね。でやりながらこう考えていって、で最終的にどうしたかっていうと、最後はこう13個のスピーカーごとにそのオーディオファイルを吐き出すっていうそのマスターを作る作業があるんですけども、
その13個のスピーカーの1個1個の音に対してこれをマスタートラックとして考えて、全てその13個をそのマスタリング作業をやるような工程を間に挟んで、その悩みをまあ解決させたっていうことなんですけども、ただステレオでやるのとはちょっとやっぱり違うんですけどね、一個一個やるっていうことになると、この話すごく専門的になるのでちょっとはしょり気味に言いますが、はいはい、まあ簡単に言うとその今ミックスしているその、ラブビートのダブミックスの画面がさっきありましたけども、はいはいはい、これミックスですよね、はい、そうです。でこれを書き出すと、はい、で書き出してもう一回スタジオ1に並べると、はい、そうですね、スタジオ1に並べてじゃあこのスピーカーの配置を再現した形でこう1本ずつオーディオがあって、はい、それぞれにじゃあちょっとこうリミッターをかけたりみたいな処理をして完成したと、はい、そういうことですね。1回だからミックスとマスタリングで別のプロセスがあったと。そうなんですね、ちょっと人の他の人どうやってやってるんですかとかっていろいろ聞いて、はいはい、マスタリングやっぱりやってない人も、うん、方もいらっしゃって、うん、でそういう方の音を聞くとやっぱりちょっと小さかったりとかして、ちょっとスピーカーにそのなんていうんですかね、その力を与えるときにやっぱりちょっと弱いっていうんですかね、うんうん、その力の与え方の、うん、がやっぱり違うってなると、うん、去年出したリマスターの、うん、音圧感みたいなのはやっぱりちょっと出てこないので、うんうんうん、そこはねなんとかしたいなって自分はちょっと後で例えば10年後ですよ、はい、360がもっと普及して、うん、みんな聞いた時にじゃあ私のそのラブビート聞いてみようって、なんだこれ音ちっちゃいなってなってでしょうがないよねこれ10年前のだからって言って、そんなの言い訳ですよね。おいやいやいや本当そう思います。だって分かってんだからやる前から。なるほど、ね、だったらやれよっていう話ですから。よくでも砂原さんはリマスターみたいなことをやるときに、はい、なんて言うんですか、音楽そのものは変えずに、はい、その時代にこう合わせるためにリマスターするっていうことをおっしゃってたと思うんですけど、はいはいはい、まあ、それにしたって少なくとも今作ったものは10年ぐらい持つような感じに作っとかないとそれはダメじゃんっていうふうにも言える。そうですね、まあもちろんその聞かれ方とかっていうのは時代とともに変化していくんで、その予測して全てやるのはすごい難しいけども、でもなんとなくこうだろうなってなんとなくおぼろげにでも見えるんだったら、やっぱりそれをやっておくのは、まあやっておかないとちょっとっていうのは自分の中にはありますね。なるほど、はい、でもなんかそういう意味ではね、こういう、まあ、新しいフォーマットじゃないですか360リマイティオーディオ、はいはい、でまだまだ制作してる方も手探りで作ってる部分もあると思うんですけど、はいはい、まあなんか持ち上げてるみたいに聞こえると嫌なんですけど、はい、ある意味でこういう形の360リマイティオーディオの作品のあり方って確かにあんまりなかったし、まあ、それこそ最近ね、はい、ケン石井さんが360リアリティオーディオやられたりとかして、はい、テクノの作品も増えてきましたけど、はい、まああんまり聞いたことがなかったし、なんかすごく新しいこの360リアリティオーディオのもたらすの立体音響技術っていうんですかね、はい、の可能性みたいのをまた感じられたなっていうのがそのラブビートを聞いて思ったんですよね。だからそういうものを見せてくれたって意味ではなんか砂原さんのやろうとしたことって正解だったのかなって僕は思ったんですけど、さっきのそのちょっとマスタリングの工程の話ですけども、はい、新しいツールにはそれっぽいことをやれる機能が、うん、あ、そうですね、アップデートされて360オークミスクリエイターの中にリミッターがついた、はい、そうそうそう、っていうのはあって、一応そういう悩みはある程度はその解決されたっていう、うん、みんなやっぱ欲しかったんですよね。いや、言いますよ、ね、ちょっともうちょっと現場の声を聞いてほしいな。聞いたからそうなったんですよ。いや、多分そういうことだと思います。そうそうそう、だから結局その気づいた人が何らかの方法でそれを言わないと、言ったりやったりしないとどんどん変わっていかないので、うん、
だからまあ気になったら、いやないんだからやらないよっていう、そのなんかね、あのインチキ公務員みたいなその考え方じゃなくてあのちゃんとおかしいと思ったらちゃんとやろうよっていう、それが仕事だよっていう、あのそういうふうに私は思うんですけども。でも、はい、さっきその一番最初にそのビデオの最初でおっしゃってたのは、はい、あのやってないのに言ってるのと、はい、やってから言うの全然違うっておっしゃってたじゃん。あのね、僕はねやってなくても言います、ね、もでも今回も確実にやったからだってやらなきゃならないと、もうエントリーしちゃったらやらなきゃいけないわけで。でもそれ大事ですよね。ないからやらないっていうふうに考えちゃうと、世の中にないものはやらないっていう風になっちゃうと、やっぱりどんなことでも前に進んでいかないと思うんです。なかったらじゃあどうやってやんのよって考えるのは自然だと思います、うん、僕は、うんうんうん、はい、前向きでいいですね。いや前向きっていうか、まあ、生きてる間はやっぱりそうやっていかないと面白くないですよね。だって面白くない、やるのが好きだからやってるわけなのに、そうそうそう、あのめんどくさいからやんないっていうのは、うん、まあね、好きなことやる中でも大変なことっていっぱいありますけど、面倒、うん、くさい、やりたくないこと。でもまあ好きだから乗り越えられるのってありますよ ね、 そうなんですね。結局はそうなるんです、うんうん、はい、もうそれで諦めて、その諦めたものが世の中に出ていくほど気持ち悪いことってないんですね、うん、もう、うん、本当にね、うん、体調が悪くなるぐらい気持ち悪いんですよ、そういうのって。だからまあもうこれ以上は無理っていうとこまである程度はやっておけば、まあなんとなく健康でいられるという、うん、はい、そういう意味ではこのラブミート360リアリティオーディオ版っていうのが、なんか現時点ではやれることはやりきったっていう感じは。そうですね、あのまあそうですね、数ヶ月前に終わったんですけど、あの時点でやれることはやれたし、なんかこうあのソニーのスタッフの方も、うん、あのやりたいっていうふうに僕に言ってくれたんで、うん、まあそのライブラリーの中にそれがこラブビートが入るっていうことは、まあ、自分にとってもまあ嬉しいことです、うん、そうですね、はい、あのアルバム全部全曲やってる人ってまだまだそんなに多くないと思うんですよ。しかもご自身でミックスしてっていうのはそんなにないと思うんで、多分、まあ、そもそもやっぱりそうですね、僕でも一応ミュージシャンなのかもしれないんですけども、やっぱりどちらかというとちょっとエンジニア寄りとかマイクレーター寄りのところがあるんで、当然、そういうことあったら自分でやってみたいっていう、うん、理解したいっていうちょっとその好奇心がやっぱりありますから、うん、まあ、経験としてやってよかったし、あと人に聞かれた時にね、うん、なんかこうどうですかって言われると、あこうだよっていうふうに一応この山に俺は登った人間が言ってんだから、やったからこそ言えるってやつですよね。そういう話ですね。登ったことないやつが、うん、いやあそこはねっていうふうに言うのはやっぱり説得力ないですからね。前に富士山の何がわかるんだみたいな、そういうことですよ、うん、富士山綺麗だけど実際結構汚いよみたいなね。汚いよっていうか、登った人間が、登るのは大変だよっていう、最近はゴミは減ったけど昔は汚かったんだよとかねそういうことを登った人間が言うっていう。なるほど、はい、もしじゃあ次の作品、まあこれ言ってみれば旧作のリマスターだったと思うんですけど、はい、360リアリティオーディオを前提として、はい、新しい作品作ってみませんかって言われたら、どういったものを構想されますでしょうか。これはね、もうね、これもシステムを見た時に何やったら面白いかなっていうふうにもう、うん、一番最初に考えたんですけど、うん、やっぱりこれ一個一個1個のスピーカーに対して1個の音っていうそのものを作ると面白いかなと思いました。1個のスピーカーが1個の音、はいはいはい、つまりそのアナログの楽器と同じっていうことですね。あのクラシックのバイオリンはバイオリン弾いてる人のところからしか音出ないわけですよね。向こうから音出たりとか動いたりとかしないわけですね。こんな歩きながらバイオリン弾かない、まあそういう作品でもない限りはないですよね、まあ、そういうものもありますけど、ねね、あのティンパニがあの辺でとか、ね、デビットバンがやってたああいうみたいなああいうのはありますけども、そうですね、はい、むしろ動かないと、そうですね、
動かないものはもう一個一個決まってて、動くものもいくつかその中であるという考え方ですね、うん、それはやっぱりシンセでそういうことをやった方が面白い。もちろんあの生楽器を使おうっていうのはあまり考えてないですね、うん、シンセで。え、じゃあここにじゃあミニモーグがあってみたいな。まあそこスネアですね。あ、スネア、はい、これキックでキックスネア、これベースベース、はい、これはまあハットとかパーカッション系とかドラムしかいないじゃないですかそうなんですよね、やっぱりあのドラムの音好きなんでドラムのことしか考えてない、ベースとドラムしか考えてないっていう。本当デビッドバーンになっちゃう気がしないでもないですでもあとは結構その動く音が、はい、動かせる音、ここにその固定しない音は割と動いてもいい音なんですね、うん、ですからこのベース、キック、スネア、そのハイハット系の音っていうのは割とこう固定でポジションが決まってる。あとはそのパッドみたいな音とかシーケンスとかは、うん、まあ回すのもいいっていう、うんうん、それ以外の音はもう固定っていう空間でミックスするみたいなことですね。そうですね。あとはその13個の本当に固定でバンバン切り替えていくようなものであるとか、切り替えていく、はいはい、ですからここでなってたものが次こっちだからこう、あー、なんかこうシャッフルしてくる。そうですそうです、はい、一定のそのそのタイムラインの中で、うん、その常に音が1個から1個しか出ないんだけど、それシャッフルしていくものだとか、あ、パターン規則性ってさっき話ありましたけど、位置の規則性みたいなものをそう作ってみると、はいはい、あとはもうやっぱりあの空間オーディオなんで、うん、アンビエントみたいなものはやっぱりすごく合うと思うんですね、はいはい、まあ、そうですよね。そういうもののその空間の表現に対する欲求が強い人とかはやっぱこのシステム使えば、うん、まあ今までその自分ができなかったことっていうのは、うん、まあできるかもねっていうふうには思いますね、うん、自分もだからちょっと本気で、まあ機会あればの話ですけどね、うん、アンビエント、そういうアンビエント作れたらいいなっていう。いいですね、砂原さんの立体音響でのガチアンビエント聞いてみたいですね。あと先ほどそのスタッフの方ともちょっと話したんですけども、はい、このリスニングポイントと、はい、そのスピーカーの距離、はい、あとはスピーカーとスピーカーの距離ですね、うん、基本的にこれまあこれぐらいの尺がいいよっていうのはもちろん決まってるとは思うんですけども、規則はない、ルールはないらしいんですね、うんうん、でこれルールないんだったらやっぱりすごいでっかい36メーターが10メーターぐらいある10メーター10メーター、ここと端と端が10メーターぐらいある。でそれでライブやってみるとか。あ、それってもうかなりバカでかいスピーカーでないと。そうですね、それはちょっと興味大きい。なんとなくそのスピーカーが鳴ってるイメージ書いた時にさっきもう画面で見せましたけども、はい、球体のこうイメージが、球体のイメージがあるんで、ね、大きなその球体の中に人が入って、そこでなんかもうみんなでダラダラする、アンビエント聞いてダラダラしようみたいな、半日ぐらいアンビエントやっぱダラダラするの。いや、まあ基本的にダラダラしたり何もしなかったりするもん、浴びるもんですよ、聞くっていうか。浴びるもんですよね、はい、じゃあぜひ砂原さんにそれ用のアンビエント作ってもらう機会あったらね、そういうそういうことをやろうという人が本当にいて、仕事として振られれば考えます、はい、依頼したい方、まあ、いないと思いますけどね。いや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 、チャンスですよ今が。はい、はいはい、ということで、ちょっと YouTube チャットの方も見てましたけれども、はい、なんか皆さん結構ヘッドホンでこのリリースとともに聞かれた、はい、ソニーのヘッドホンで聞いたよっていう人とか結構いらっしゃるみたいで嬉しいですね、はいはい、でそのちょうど今ね、その砂原さんの、はい、右左でこっちから見ると左ですね、はいはいはい、あ、これね、ヘッドホンがあります。先ほどお話ししましたが、これ一番新しいやつでしたっけ。新しい製品ですね、 WH1000XM5 という、ね、はい、先ほど冒頭でご説明しました、360リアリティオーディオ認定ヘッドホンの一つです。で砂原さんは、
ラブビートの360の自宅の作業は、ソニーのヘッドホンの、M1ST っていうモデルで、はいはい、それに、スキャンして最適化してもらったんで作業はそれでやったんですけども、でその時になんか一応これの前のモデル、はい、4ですね、はい、WH1000XM4、はいはい、を、まあ、その一般の人が聞かれるときにそういうので聞いてますよっていうことで確認をとして聞かれてた、はいはい、で今回5ってのも出たんで、はい、あのちょっと聞いてみてくださいということで聞かれてたと思うんですが、はい、どうですかその、あのね、あの作業はさっき言った通りそこのシリーズじゃ ないヘッドホンでやってたんですけど、うん、であのこれ提供してもらってこれで聞いて面白いのはもう全然こっちですはっきり言うと、はい、そうですか。ただあの作業に向いてるかどうかっていうのは置いといて、はい、まあ僕あの片方は最適化してもらってたんで、うん、またちょっと条件が変わっちゃうんですけども、うん、聞くんだったらもう絶対こっちの方がいいと思いました。あ 4ですね。4でも5でもですけども、あの私もその4、その前のモデルのね、はい、4っていうのは聞いたことがあって、はい、まずそのノイズキャンセリングがすごい、はい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 、はい、あの自宅でこうやって聞いてると、はい、周りはもう全く気にならなくなるっていうものだったんですけど、そうですね、僕はそのノイズキャンセラーのついてないヘッドホンで作業してたんですね、はい、それで自分のスタジオで一人で作業やってますから基本的に音出てないわけですよ。他にはね、だったらノイズキャンセラーあんま意味ねえだろうと思って実際にしてみると、はい、うん、自分が無音だと思ってたものは実は無音じゃなかったぐらいのその感覚がありました、はいはい、本当にその無音がこうなんて言うんだろう、真っ白になるっていうか、真っ白になる、真っ白だからその白の 純度が変わってくるんですね。そうですそうです、あのして音を出してない状況っていうのが本当に白いっていう、うん、だからノイズキャンセラーについてないヘッドホンは砂原さんのマイク離れてくんでノイズキャンセラーのついてないヘッドホンを した時は、うんうん、自分が無音だなと思っていったけどでも無音じゃなかったんだなっていうふうに思うぐらいそのノイズキャンセラーのその威力っていうのはあるんだなと思いました。あのだいぶ舐めてたんです、別に無音だったら一緒だろうみたいなそう思ってたんですけど、ですけど実は違ったんです。そうですね、あとこの密閉のそのなんていうんですかね、そのクオリティっていうものが上がるとやっぱりここの中での音の鳴り方にもかなりやっぱり影響すると思いますね。なるほどね。ただ単純に外の雑音が入ってこないっていうだけじゃなくて、うんうん、ここで鳴ってる状態にも相当影響してるっていうふうに自分は思いました。なるほど、はい、じゃあその電子的なそのノイズキャンセリング技術と、はい、その形としての、そうですね、形も影響してるんだろうなっていうふうには思いましたね。それそのヘッドホンで、はい、そのラブビートの360リアリティオーディオ版って聞いたりされました？はいはいはい、聞きました。どうですか？いや楽しむ分にはまあ僕3種類しか聞いてないですけど、はい、別の会社のやつでも同一性能でも聞きましたけども、はい、一番やっぱり良かったのは、うん、これのその4か5かこれの1個前か、はい、これかどっちかですね。はい、さすが認定ヘッドホンですね。そうですね、やっぱりあと、ね、値段がそれなりにしてるっていうのも関係あると思うんですけどね。でも結構まあ、5は出たばかりなんですけど、はい、M4 は街中でもしてる人見かけますね。ああそうですか。ヘッドホン最近のそのヘッドホン、僕実はそんなにそんなに、うん、ヘッドホンマニアっていうか、うん、これいいよねあれいいよねっていろんなの聞いてるわけじゃなくて、で普段もあんまり自分からそのヘッドホンして聞く機会っていうのはないんですけども、360やっぱり聞くには このシリーズがやっぱり今のところ一番いいのかなっていうふうには思いましたね。やっぱ認定っていうだけのことはあるんですね。そうですね、それってこれ360を聞くっていうことを前提に開発されてる部分もあるんですかね。あるんだよな多分。そんなことない？
どうなんでしょう、ちょっと分かんないです。でも基本性能が良くないと多分そういうのちゃんと出ないんじゃないですかね。まあそうですね。あとこのなんだろうな、聞くときにこう空間できるじゃないですか、このあの耳の中に、イヤーカップとの、はいはいはい、はい、それがねやっぱり結構影響するんじゃないかなって近頃思います。まあもちろんそれを発揮するためにそのあの中の部品とか構造とかももちろん影響しますけども、うん、このここ耳にできる空間っていうのは結構大事だなっていうのは、うん、近頃あの分かってきたことではありますね、うんうんうん、なるほど、はい、でもまあ、ね、今のお話からすると、まあ、360リアリティオーディオバージョンのラブビートを楽しむって意味では、はい、なんか その認定ヘッドホンがあれば、そうですね、結構いい感じに楽しめるってことですね、はいはい、あの今だからその家とかそのこの環境じゃないところで聞くのであれば、まあ、自分が知ってる中ではこれベストなんだろうなっていうふうには思いますね。なるほど、はい、よくわかりました、ありがとうございます。最後になんですけど、はいはい、改めてじゃあこれからこれご覧になった方が、はい、ラブビート2021オプティマイズドリマスターの360リアリティオーディオミックスを聞かれると思うんですけど、はいはい、砂原さんからこういうとこをぜひ注目して聞いてくださいっていうところがあれば。そうですね、あのなんか別にあのその実際に音作ってこれから自分でミックス作ろうっていう人は、うん、あこんなことできるんだとかそういうこと考えながら聞くと思うんですけど、実際に作ってない人っていうのは単純にそれを、まあ、楽しむだけなんで、なんて言うんでしょうね、あんまり先入観なしに普通に音楽聞く感覚で聞くのが一番いいと思うんですね。なんかあんまりすごいこと起こるぞっていう期待しすぎて、うん、音は音なんでやっぱり。なるほどなるほど、じゃあまあなんかここでラブビートって言ってるから、はい、Amazon あのアンリミテッドとか Deezer、はい、で聞いてみたら、はい、なんか面白いことが起こってみたいから聞いてみようかぐらいな、まあそうですね、軽い気持ちで聞いてほしいなっていうふうには思いますね、うんうんうん、なんかすごい特別な今までなかった衝撃が走るとかっていうふうにあの考えすぎて聞くのもちょっと違う、うん、所詮やっぱり音楽は音楽だし、そうですよね、ヘッドホンの音ですから結局はあの、はい、なんか世紀の大発明だみたいな話でもなくて、はい、そのなんですか、むしろそのラブビートって音楽をまず聞いてもらいたいと、まあそうですね、あとその世紀の発明といってもやっぱりそのなんていうんですかね、その複数のスピーカーを使って、うん、その立体音響的な考え方っていうのは別に今初めて出てきたその技術っていうわけではないですからね、まあ、あの古くはね富田先生とか、はい、あの昔はね4ちゃんステレオとか、はい、まあ、サラウンドもありましたし、でまあ今はこういう形のものがある、はい、ありますけども、やはりその、 あの13個でこういう風になったこともまあすごいことではあるんですけども、うんうん、やはり一つのスピーカーが2つになったっていうのが結構その歴史のこう転換、大きな転換点っていうんですか ね、 そうですね、結局それが ここに行き着いてるわけですから、うん、あのまあ今後もあのそういうこと起こっていくでしょうけど、本当にねあの人間のね欲求っていうのはねあのキリがないなっていうね、行くとこまで行くなっていうふうには思いますけどはい、そうですよね、これあの13個ご自分のスタジオにそのお金のこととか広さのこととか関係なく置けるんだったら置いてみたいですか、うんうん、あのメンテのことを考えちゃうんですよ今度はメンテナンスしてくれて定期的に来てメンテナンスしてくれる人がいるんだったら、うん、そりゃいいかなと思いますね。なるほど、はい、そうですよね、これ自分でやるのはねメンテナンスやっぱり ねだって普段2つでやってることがね、はい、あの6倍 6.5 倍になるっていうことですもんね。なんかちょっと接触悪いなっていったらどう、なんかどこがどうっていうやっぱりそういうことがね、まあ、そのために、まあ、ソニーミュージックスタジオさんしかり、まあ、360
リアリティオーディオ対応スタジオっていうところがあったりするんで、うん、なんかあのカラオケボックスみたいなの作ったらいいんじゃないですか、ね、あのカラオケボックス立体音響のそのリスニングルーム、リスニングのためにね、はい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 、制作じゃなくて、はい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 、まあ制作にも使えたらもっといいのかもしれないけど、まあ、カラオケボックスでレコーディングしてるクリエイターもいますから、ね、ああそうなんだとは言いながら、まあ今回はまあ少しでもそういうスピーカーで聞いてもらう機会を持とうということで、はい、明日明後日と、はい、リトベースで体験会をやるんですが、はい、もう瞬殺ですよ、いわゆる。まあでもそんなにたくさん聞けないんですよね、一気に聞けるのが多分、まあ今回2人ぐらいでしたっけ。2人です。あのそれはもう砂原さんとご相談した時に、はい、あの2人かって言ってる、なんか2人って言っても知らない人同士2人じゃないよね。そうですよね、全然知らない小路さんと、なんか家族とか姉妹とか双子とかっておっしゃってたんでうん、うん、あのそれそのままあの会議でみんなに伝えたら分かりましたっていう。いや多分そうだと思うんですよね、なんか知らないおじさんとそのあの女子中学生とかこうやって隣でべったりくっついて聞いてるのちょっとやばいかなっていう一応あの一組、2名様までということで、はい、募集をしたところ大変たくさんあのご応募いただいて、はい、あっという間に埋まってしまって、やっぱあの限られてるんで大変恐縮だなとは思っているんで、また、はい、360リアリティオーディオをスピーカーで聞く機会っていうのはあのサンレコとしてもあの、はい、用意していきたいなと思ってるんですけども、はい、あの僕もねあのヘッドホンで聞いても面白いですけど実際にこの子で聞くのはやっぱりあのまた違う良さがありますから、うん、あのぜひスピーカーでも聞いてほしいっていうのはあります。はい、はい、まあソニーストアとかでもね、なんかそういう機械とかいろ、まあその砂原さんのっていうわけではなくて作品が聴けるような機械とかやってたりとかもするので、ちょっと皆さん注意して、チェックしていただけたらと思うのと同時に、あのやっぱり一番大事なのはこのラブビート、今日配信ですから、はいはいはい、で皆さんあのAmazon Music Unlimited とかディーザー入ってる方は聴けますし、はい、自分のヘッドホンで聴けますし、はい、認定ヘッドホンたまたま持ってるっていう人はなんとラッキーな、といい音で聴けますよっていうことなので、ぜひお楽しみいただけたらなと思っております。はい、予定の時刻になりましたので、これではい、このトークは終了したいと思いますが、はい、何か砂原さんの方から皆さんにお伝えすべきこととかありますでしょうか。まあちょっと夏至も過ぎまして、夏至今日も関東は30度を超えましたね、はい、めちゃくちゃ暑かったですね。暑かったですから、あの適度な水分補給ですねあのエアコンの使用で熱中症対策を、はい、あのして健康であのお過ごしくださいということですね。その、まあ、健康あっての音楽ですよね。その悪い時にその音楽なんか聞いてらんないんですかね。確かに、はい、暑い夏の話ですけど、はい、なんか夏のイベントとかいろいろ出たりとかする予定があったりもしますよね。あのバンドテストセットっていうバンドをやってるんですけど、はい、あのサマソニーの前夜祭に出ます、はい、あとねラブビートもライブやってみようかっていう話にあったんですけどなんかいつの間にかなくなりましたじゃあ見たい見たくない別にいいでしょ、見たい人って、まあこれ今チャットで見てもあれですけど、見たいんだっていつかやるかやるじゃん、多分みんな見たいと言うと思うので、見たいっつってやるっつったら来ねえんだよな、それで来んの本当に、来んだったらその灯火を消さないためにここでそういう話をしておきましょう、はい、見たいんだったらいつか やろうかじゃあ、うん、いやぜひやってほしいです、はいはい、それもじゃあスピーカー会場にいっぱい並べて、いやまあそういうこともちょっと考えたりも、まあ、ね、だいぶお金かかりますけどね、はい、はい、皆さんの声で実現するかどうかは決まりますので、はい、やるかもしれない、しかるべきところに、はい、とりあえず今年はないということですね、はい、じゃあ今年は、テストセットのライブを見つつ、はい、ラブビートの、360リアリティオーディオミックスを配信で聞きましょうということで、はいはい、今日は長い時間ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、はい